宮島訪問税は観光客の受け入れ整備などを目的に新たに導入される地方税で、本土側から宮島に渡る船の運賃に1人1回100円が上乗せされます。事前に年払いの500円を支払えば1年間証明書の提示で訪問税は免除されます。廿日市市は年払いの申請を当初2000件と予想していましたが、今月15日現在で1319件に上っているということです。市役所の窓口では平日のみの申請となっていることから、市は今月23日、24日、30日に市役所と宮島支所に臨時の窓口を設置することにしました。次世代宮島を継承するための財源の一部になった、まあ、そういったことを分かりやすくこれから発信していきたいというふうに思ってます。市は訪問税による今年度の税収を1億400万円と見込んでいますが、観光客の増加などで増える可能性もあると見ています。